はい、ヨンローのライティング添削してみた。 My favorite activity is dancing from NHK Rideo. ザの後ろに It があるこれ。Think about two dancing very good. はい、始まりました。もてつチャンネル。さあ、始まりました。さあ、始まりました。っていうかですね。はい、ヨンローのライティング、添削してみたっていうやつですね。はい、もう何度もやっている企画ではあるんですけども、今回、いよいよ英検の問題らしいので、ちょっと見ていきたいかなと思いますね。まあなんか最近 YouTube に新しい機能ついて、Please subscribe って登録促すとさ、光るって聞いたんだけど、あの登録ボタンが本当にこれ英語版でブラウザ使ってないと意味ないのかな。多分チャンネル登録お願いしますって言っても光んないよね。日本語は対応してないと思うんですけど、英語版だとこう光るっていうのが対応したらしいので、はい、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。はい、トピックがですね、 What is your favorite free time activity? だから暇な時にやるアクティビティで、好きなのは何で、2つ理由を書いて25から35号、これ英検3級かなってことは、はい、わかりました。で、フェイバリットですね、これ今さ、そう添削、まあやってるわけですね。添削サービスあるんで、Rated English Writing っていうので、で僕も見たりするんですけど、もう毎日ですね、そうだ、誰かが見たものであっても僕も一応目通すので、最後はね、そうするとやっぱいろんなこと気がつくんだけど、あのフェイバリットって知らない人多いんだけど、フェイバリットっていうのは一番好きなものですからね。だから結構 Most Favorite って書く人多いわけですよ。一番好き、いやいや一番好きになっちゃいますからね、それね。はい、なので気をつけてください。なんか大好きなで覚えてるんで、そう一番だと思ってない人がすごく多いんですけど、リダンダントというか、はい、余分なの結構あるなって思いました。はい、それでは見ていきましょう。 My favorite activity is dancing from NHK Rideo. Rideo? え？英語でRadio ね、はい、ラジオね。 Exercise on free time. なぜフリーとタイムの間にハイフンが引いてあるんじゃ。まあめちゃめちゃですね。はい、まずまあ My favorite activity はもちろん大丈夫ですよ。で Is で Dancing なんですけど、なぜ From を取っているのかがよくわかんないんですけど、どういうこと？ NHK のラジオエクササイズから踊るっていうのはどういうこと？そのラジオのエクササイズに合わせてかな。でもそもそもラジオ体操って踊りじゃないんだけどね。踊ってるわけじゃないよね、あれはね。それはエクササイズしてるとかさ、ストレッチしてるとかだったらわかるけど、まあダンスは普通はしないですけど、ラジオ体操に合わせてダンスする人はあんまりいないと思いますけど、ダンスはまあ出てくるので、一応ダンス2ですね。ダンス to the music とかね、フレーズで覚えましょうって言われるやつです。to です。それに合わせてだったら、ね、まあもし NHK Radio Exercise に合わせて踊ってるんだったら、まあ dancing to NHK Radio Exercise。で、free time on じゃないですね、free time は。なぜハイフンが引かれてるのかわかんないですけど、ハイフン引くんだったら後ろに何かしら名詞いてさ、それを修飾してる時だったらわかるけど、じゃないと変だよね。で、前置詞は in です。in my free time ですね。はい、in free time 単独じゃなくて in my free time っていう風に言うのが普通だと思います。まあそうやってやれば my favorite activity is dancing to the、 あ、そうだね、エクササイズの前に関心もないね。the 置いてやってください。はい、the NHK radio exercise in my free time ってですね。まあただラジオ体操で踊らないと思うんだけどな。まあ一応ね、ラジオ体操するってほら、do radio exercises とかね、言われたりするけど。もちろん、ジムナスティックエクササイズみたいにしてもいいですよ。次が、first。なんで小文字なの？嘘でしょ？小文字にしないで大文字ですよ。で、開業しないでください。段落分けいらないですから、25号から35号ですから、いらないです。first, I think, think って、think, think about, to dancing very good.もうぐちゃぐちゃすぎてどこをどう直していいか、まあ、まず think ですね。 think about で使った場合ですね、 about 取った場合、後ろに名詞を置くわけじゃないですか。 about 前置詞ですからね。で、前置詞の後ろに to 不定詞は置けないですね。で、かといって dancing っていう ing なんですよ。だから前置詞が2個並んでるってことになっちゃいますよ。これゲシュタルト崩壊を犯してるんです、私の頭の中。その後ろに very good dance っていう動詞、まあ動名詞だったとしてね、その後ろに very good はおかしいでしょ。だって動詞を修飾するのは副詞なわけで、だから品詞の概念も崩壊しちゃってるので、まあ I think どういうことだろうな。 dancing is very good ってこと？わかんないですけどね。ちょっと about to のところがよくわかんない。Dancing is very good for your health って言いたいのかな。後ろに
ヘルスの話出てきてるから、まあ、ちなみにグッドいっぱい書いてくる人が多いんですね。たくさんグッドが書いてあるんですよ、ライティングって。でそれを直すときにベネフィシャルに直しなさいとかね、今回なんかいいんじゃないですか。そうだったね、ダンシングじゃないだろうけどね、本当はね、その体操することなんだと思いますけど、はい、ダンシング is very beneficial とかってやるんだったらいいかなと思います。そう、グッドをね別の単語に言い換えられるよ、ゲットも別の単語に言い換えられるよとかっていうのはよくライティングの指導をするときに言うやつです。で、I want to be a healthful body。 まず、私は体じゃないですからね、私は所有してるんですよ。 I want to have でしょ。で、healthy です、 healthy body です、 healthful body じゃありません。だから、まあ、I want to have とか、まあ、もしくはもう維持する、 I want to maintain a healthy body みたいな形で言うんだったらわかるけど、 I want to be 体になりたいはおかしいし、 healthful は違います。で、2個目。Second, ever since I started dancing, the の後ろに it がある、これもしかして。On NHK Radio, あ、今回は Radio になりましたね。I have become awake so good. あ、形容詞が2個並んでるぞ。Awake と so good って。どういうことなんだ？ダンスだったら dancing to it だよね。the を it の前に置くってすごいな。On NHK Radio, Radio. で、I have become awake.覚めている more awake とかかな、 become awake じゃおかしいよ、ね、become more awake、and so good and so good felt so good とか、まあ more なんとかに当てはまる形容詞を入れればいいと思います。 more energetic とかね、いう風にすればまあいいんじゃないかなと思いますね。まあまあ3級なんで、まあ energetic とか難しい単語を使う必要ないんですけど、まあ felt better とかでも全然いいと思いますね、3級だったらという感じでございます。まず品詞の概念がちゃんとしてないので、そこをなんとかしないといけないですね。どういうところに何詞が置けるとかっていう感覚が全くない、ただただ日本語を英語に置き換えてその単語を並べてるだけ、羅列してるだけ、単語の並べ方、そしてどういった品詞のものがどこに置かれるのかっていうのを理解することから始まるものですね。それが英文法のまあ第一歩というか、そういうもんなんで、だからそれを無視してしまうと崩壊してしまうわけですね。結構まあ通じればいいじゃんっていう人と正確にやりましょうっていうのは分かれるところではあるんですよ、まあ意見としてはね。どっちも大事なんですよね、間違いを恐れずにこう書いて話したりすることは大事です。ただ間違いだらけだと通じないですね、そう、分からないわけですよ実際。だ、文法ぐちゃぐちゃだと何が言いたいのかが分かんないっていう風になってしまいますからね。だってそうじゃん、これラジオ体操の話なんだろうけど、ラジオ体操っていう風に思う人がどれぐらいいるのか、踊る話ですからね、これね、書かれてる英語では。で、当然この英語が間違いだらけだったら、それをこう修正しなきゃいけないわけだからね、頭の中で。どういう意味なんだろうって言って、それって相手にとっての負担になるわけですよ。特に書きですから、ライティングですから、スピーキングだったら、まだほら、身振り、手振りとかさ、表情とか、声のトーンとかね、いわゆるランゴエッジ自体じゃないもの、言語自体じゃないものから、ね、伝わるものっていうのがいろいろあったりするわけですよね。言外の意味とかって言われたりするんですけど、そういうものが伝わったりするんですけど、ライティングっていうのはそういうのがないわけじゃないですか。そういう文脈が存在しない、文脈ってこうね、状況ですね、シチュエーション、コンテクストが存在しないものなので、やはり正確に書いてあげないと、相手への負担、相手が想像しなきゃいけないわけですね。推測しながら読んでかなきゃいけなくなるので、すごく負担になるんですね。で、この辺のことをきちんと考えてあげないと、別にこの英検3級のね、ライティングだけじゃなくて、ほぼほぼ多くのライティングにとってそうなんですよ。大学受験のものだってそうですし、今、だから添削してるものもそうです。だから相手のことを考えてないライティングっていっぱいある。こうやって読めばわかると思ってる。そう、頭の中、自分の頭の中にあるものを、ただただ日本語を英語に置き換えて、ババババババンと書いていくだけで、なんでこの話したの？どうしていきなりこれが引用されてるの？って思うこといっぱいあるわけですね。慶応経済のね、もう毎日のように見てますから、英作文ね。そういうことを意識してですね、そう、相手に伝えるっていうことをですね、考えてやってもらえればいいんじゃないかなと思います。まあ、この四郎の方に関しては、まずはちゃんと品詞の概念をですね、なんとかしないといけないっていうのが、はい、最初のアドバイスかな。まず、理解できてない名詞が一体どういう働きをするか、形容詞が、副詞がどういう働きをするかが全く分かってない。順動詞ってどういう働きをするのかがですね、全く理解できていないっていうことだと思いますんで、まずそこからやるっていうのが大事かなと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.